皆さんこんにちは、高村直一です。本日も5月2日木曜日がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。あの結果ですね、誰高村直一誰っていう感じなんですけども、本日ですね、テンション上がりまくりでですね、あのこう、まあ、ゴールデンウィークの 中日って言ったらおかしいですよね。中休みおかしいですよね。あのなんでこんなことになっちゃってるのかというと、なんとですね、なおわけまたまた機材の都合でですね、これ3回目の収録なんですね。3回も同じことを喋ってればですね、またちょっとテンション上がっちゃうのもしょうがないかなっていう感じですけども、さあそれ以上にテンションが上がることがありました。ゴールデンウィークの行事といえば、なんといっても中村高道ライブ。やばい、録音の、レコーダーのですね、レコーダーのサインがピークを迎えてますね。あのちょっと声大きすぎたかな。そういうわけでですね、改めまして中村高道ライブやってまいりました。今日はですね、ライブレポを中心に、直脇の最近の出来事とお話できればなと思っております。直脇の最近の出来事はいいかな。まあセットリストとですね、高道さんのライブがいかにすごかったのか、この辺をですね、楽しくお話できればと思っております。ゴールデンウィーク中ね、時間を見つけてでもいいですし、ゴールデンウィーク後、ね、高道さんのライブもう一回余韻に浸りたいななんていう方がですね、お時間のある時にお使いいただければと思っております。3回目なんでね、何喋ったっけななんて考えながらスッと振り返りながら、またやってるんですけども、そう、もう一つですね、テンション上がることありました。ありがとうございます。で、僕のネクストワンマイル、これがですね、近しい人から今日聞いたんですが、再生回数がですね、急に増えたということで、爆発的にですね、増えたということを聞きまして、ちょっとですね、また僕の心の中もうついてきてましてですね、いろいろやらせていただければなと思っております。で、テンション上げていきますんで、お時間のある方は最後までお付き合いください。では、直脇のヒューマンでロックなターミナル、今日も頑張っていきますので、最後までよろしく。スローバラードから入ってしまう DJ アッキーでした。 DJ アッキーでクラウディーハート。
はもう二度とないような気がして、改めましてこんにちは、直明です。ね、結構ヒーヒー言ってますよ。理由はですね、今歌ったんですね。ということは3回歌ってるんですね。その前に、まあ、ちょっと1曲ね、1回歌ってみないとちょっとあれかななんていうので、歌ってるもので4回目でですね、もうさすがにちょっと僕もバテバテなところがあるんですけどもまあ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 、力入っちゃってましてね、まあいろいろ理由があってこれは後ほどですねお話できればななんて思ってるんですけども、さあなんといってもですね、ゴールデンウィークの恒例行事じゃないな、ゴールデンウィークといえば中村孝道ファンの、中でですね、最大の行事といえばバンドで行こうライブスペシャルね、中村孝道ライブ最高でしたね。毎度ですね、毎回ですね、ちょっと今スイッチングがですねうまくいかなくて、もう3回目ともなるとですねちょっと力入っちゃいまして、うまく喋れなくてですね、これ喋れない理由もあるんですよ。普段は喋れるんですよ。初めて聞かれた方、または関係者の方が聞かれてる方はですね、なんだよお前話全然違うじゃねえかよなんて思われてる方もいらっしゃると思うんですが、違うんですよ。もう3回目で散々緊張して喋ったんだから、1回目はうまく喋れた、一番うまく喋れたよ。毎度毎度言いますけどね、同じことを何回も喋るっていうのは難しいもんだなっていう風にね、こう言ってますけど、グダグダで、要はですねちょっと聞いてないと思った方が聞いてたっていう試験がありまして、でちょっと今日はね緊張でガタガタになってしまってる次第なんですけども、気を取り直していってみたいと思います。中村孝道さんのねライブ、じゃあいつもだとねちょっと少しずつワンフレーズずつ歌いながら曲紹介させていただいたんですけども、番組も30分になったということでね、セットリストとちょっと感想をね入れながらお話しさせていただきたいと思います。まずねライブハウス入った時にね、なんか今日ライブの日はね珍しくですね少しやや普段よりは遅れ気味に行ったと言いますか、いつもね前の席に陣取っちゃってちょっと悪いなと思ったんで、あんまりね目立つのもちょっとあれかなと思って、後ろの方の席に行かせていただこうと思ってですね、かなり、遅かったんですよね僕の中では。開場15分後ぐらいに入ったのでですね、いつもに比べればかなり遅いなと思ってたんですけども、入った時にはですねもうかなりの人がいらっしゃってまして、やっぱり皆さん気合が入ったんですね。お友達がですね、オープンの40分ぐらい前に着いたんですかね、メールがありまして、
まだ誰もいないなんていうメールがあってですね、またやってるよこの人なんて思ったんですけども、僕が行った時にはですね、もうかなりのお客様が、オーディエンスの方々がですね、ドッとこう押し寄せてる状態でですね、もう席どうしよう座るとこないじゃんなんて思ったらですね、最前列の一つ左の端とですね、その後ろが空いてたので、ちょっと一番連れもいたのでですね、一番前座れなかったので、2列目にちょっと座らせていただいてですね、その時を待ってたんですけども、いやまあね、皆さんの目が違いますね、やっぱりとうとう来たかこの時がみたいなね感じの、輝いた目で皆さんいらっしゃってましたよね。で、1曲目これね、僕意外でしたね、いい方ですよ、いい方の期待を裏切られたっていういい方のあれなんですけども、サンドストーム1曲目びっくりしましたね。前置きなくね、セットリストに入った直脇のトークにも皆さんびっくりされてるかもしれないんですが、今ね、ちょっと時計を見たらですね、もう12分経過してまして、これ30分番組になりましたんでね、早く行かなきゃっていうことに気がついてですね、さっきはうまくいったんですよ、もうこれ何度も言いますけど、さっきはうまくいったんですから、ただね、急いでいかなきゃいけないっていうので、サンドストーム、これはですね、セカンドアルバムの方の、オリジナルの方のサンドストームでしたね。その後ごめんなさい、サウンドオブスピリッツの方でね、違うバージョンでリメイクされて歌われてますけども、そちらの方に近い方は割とね、最近聞いたんですが、バンドサウンドでね、サンドストームから入られるっていうのはすごく嬉しかったですね。あ、今日はもう高道さんも違うって、ファンの方に聞くと、1曲目高道さん力入ってたねって、ちょっと硬かったんじゃないっていう印象を受けた方もいらっしゃったようなんですけども、今日はね、並々ならぬ決意で高道さんも入ってきたなっていうのが感じ取れましたね。サンドストームで、いい？次行っちゃって、これすごいよ。2曲目リバースドリーム、これ早く言いたかったの、リバースドリーム、ちょっと待って、言い方変えようか、リバースドリーム、違うな、これじゃない、リバース違うね、どれがいい変でいこうか、リバース、これそうあるよね、これね、リバース、リバースドリーム、まさに夢、まあ、そんな感じでですね、もうちょっと待ってください、これ以上リバースドリームという感じでですね、ちょっとこう時間ないって時間ないので遊ぶなって言うんですけど、要はですね、この曲を聞いてね、僕が一番伝えたかったのは、本当に昔に戻れる、本当にすごいよ。だってほら、一般的にね、もちろんアマチュアから追いかけてる方、遠景から追いかけてる方、いろいろ初期の頃から追いかけてる方っていらっしゃるんだけど、入りはさ、ファーストアルバムの1曲目の曲なんだからね、そこをこう、順番に CD を買ってった方からすれば、一番最初のアルバムの1曲目の曲だよね。だからほら、よくお中元シーズンとかになるとやってるじゃない、ハムの人みたいな、ハムの人みたいな、だからあれだよ、あれは CD の人みたいなさ、リバースの人みたいな、そんな感じの、そういうことを言うからふざけてんのかっていうね、意見もよく聞くんですけど、まあそういう感じですよ。僕からすればもう僕はね、最初はカセットテープの時代でさ、まだアマチュアのね、時でこの曲を聴いて、リビングでね、まだ実家のリビングでひっくり返っちゃったっていう覚えてるんですけどね、なんだこの人たちと、前々からそれ知ってますよ、そういう界隈では名前はね、なんとなく分かってたけど、なんていうの、リバーストリームの中でも、もう完成形に近づいてきた時ですよ、そのバンドがね。多分、かなり、こう、中期から後期に入るぐらいのところなんだけど、ひっくり返った。これではアマチュアのレベルじゃねえぞ、みたいな感じでですね、ちょっと言葉汚いですけど、本当に、何こいつら、みたいな感じでさ、ひっくり返っちゃってさ、でも、延々そればっかり聞いたの覚えてますね。ちょっとね、縁があっていただくことがあって、そのテープをね、デモテープとかもいろいろいただくことがあって聞いたんだけど、リバーストリームの衝撃だけは忘れないですね。本当にびっくりした。これが音楽だよねっていうさ、
この人たちはあのプロ行かなきゃダメだよっていうのがあって、まああのね、ごめんなさい、本当涙出そうになっちゃってさ、嬉しかったですね。リバースドリーム、前々からね、あのこれ聞いていただいてる方はご存知だと思うんですが、前からもうリバースドリームかけたら直脇失神しますって言ってたけど、もうオックス事件ですよ。若いファンの方ばかりでね、あの皆さん、20代の方ばっかりですから、あの分からないと思うんですが、オックスというね、オックス失神事件というのがあって、僕も37なんでね、まあ、ですけど、ね、そのオックス並みにですね、失神しちゃうじゃないかなっていうぐらいの衝撃を受けてですね、まあ、マチさんの手癖もね、手癖っていういい意味のね、だからマチさんならではのこう指使いというか、クオリティは上がってるんですよ、もちろんあの演奏のクオリティも、あの高見さんの歌唱力ももちろん上がってるのは分かるんだけど、癖がさ抜けてないなみたいな、ね、あこの曲ってこう、やっぱそういくみたいなねところがあって、すごく嬉しかったですね。もうここでもう舞い上がっちゃって、3曲目もうどんどんいかなくね、3曲目八方美人だから、もうここなんかさ、もう鉄板っていうか、歌ってくれたらもう、皆さんもう喜んじゃって、ダーンってひっくり返そうになっちゃうみたいな、もう鉄板のことだよね、ここはね。サンドストーム、リバーストリーム、八方美人、よかったな、すごかった。で4曲目が割とオープニングで歌われてる埃だらけのハートケースね、だからこういう構成で来ると思わなかったのよね。だから逆、やや逆に近いみたいのはあるのかな、あると思うんだよね。でそう、埃だらけのハードケースに関しては後ほど楽しいエピソードがあるんでね、番組後半をお楽しみにしていただければと思うんですが、4曲目埃だらけのハードケース、5曲目円形、この円形に関してはね、毎回同じことを言わせていただいて申し訳ないなと思うんですけども、どんな時でもね、バッドコンディションだろうが、箱が大きかろうが小さかろうが、ね、どんな時に歌っても自分の記憶の中で最新のものが一番いい円形だなっていつも思ってます。それ決めてることじゃなくてね、毎回聞くたびにやっぱり今日の円形が一番いいなって思いますね。本当にこの曲だけはって言い方するとまたちょっと語弊があるんだけど、この曲に関しては僕はそういう風に捉えてます。だからすごいなって、この人はもう本当にいつまでたっても進化してるんだなっていう風に思ってますね。5曲目が円形、6曲目これがね、びっくりした、ここで来るこの曲持ってきてくれたんだっていう、ハムレッテイズ、中村隆道の世界観が本当にね、こうなんていうのかな、染み渡ってくるようなさ、リバーストリームっていうのはもうリフからしてそうだし、1曲目の歌入りのところからドンってこう中村隆道のバッドサウンドがこれだっていう感じで僕は来るんだけど、ハムレッテイズに関してはシンガーソングライター中村隆道のその世界観っていうのがじわじわ広がってくるんだよね、気持ちの中に。あれなんかちょっと初めていいこと語れた、ちょっとなんか詩的というか知的というか、ポエム的というか、なんかいい感じじゃない。よくあれなんですよ、直樹、気にしてることがあるんですけど、ね、中村隆道さんを応援している、最近ちょっと見ないんですけどね、応援してる方で結構すごいブログ書かれてたりとか、BBS の方にダーッすごい文章書かれてる方もね、よく間違えられるんですよ。あの方とは僕違いますからね、前も言ったかな、結構ライブとか行ってね、知り合う方に恐る恐る聞かれるんですけど、違いますから、直脇は直脇ですから。もう昔から、ちょっと違うハンドルネームで他のサイトなんかで、ね、中村隆道好きですなんていう話をしてたこともあるんですけども、公の場というかね、隆道さんに近いところで、活動しているのは直脇という名前だけでやっていますので、あと DJ アッキーね、DJ アッキーと先ほどのもう忘れてね、高村直道、これだけこれぐらいですね。なんであんな素敵な文章というか知的な文章というのは僕には書けませんから、僕はもう直感的なことと、バックボーンとかこう持ってる高見さんのね、人物像というか持ってる松さんも もちろんそうです、バンドのメンバーの方もそうだけど、直感的というか、まあ平たく言えばボキャブラリーがないんですよ。もういいみたいな、すごいみたいな、方はほらちょっと違うじゃない。びっくりしたよね。ここになっちゃうけど、 BBS でほらダーンと思いをつづられてたらさ、他の方がここはあなただけの場所じゃありませんよみたいな感じで、他のブログでみたいな感じで、そこからちょっとずつフェードアウトして、僕が
こういう形のブログを改めて始めちゃったもんだから同じ人だと思われてるんだけど、違いますからね。文章見ればわかるでしょ、全然違うんだから。僕もう全然ないから、中身が、中身がないって言ったらあれだけど、思いはあるよ、思いは絶対誰でも負けてない、あの抱かれたい男ナンバーワン中村孝道みたいなとこがあるから、あのあれなんだけど、違いますからね、あの違う人なんで。何言いたいんだけど、だからたまにはいいこと言ったでしょってことよね。そんな直明を7曲目で、言ってくれました。笑うしかない。でもこんな直明が熱く語ってのを聞いて、みんなも笑うしかないみたいな。6曲目ハムレットです。7曲目笑うしかない。またやっぱりあの大人な感じでさ、だからこの辺でやっぱりこうこの辺の曲の本当の良さっていうか、まあまあ知ったふな口聞くのも失礼なんだけど、本当に心に染みるようになってきたなっていう時に、俺って大人になったなって思ったのを覚えてる。ちょっとなんかマティーニとか似合っちゃうんじゃないみたいなね、そんな感じの。何言ってんだよ、もうおかしくなってるよね。あのこれ原因があるんだよ、原因は後でお伝えしますから。あのおかしくなってるのは原因がある。いつもはもっと楽しい放送、そんな感じですよ。9曲目優しい時、こっからですね、バラードに入っていくんですね。びっくりしましたね。優しい時だってライブでそんなに最近バンドでは歌われてないんじゃないかなって思うんですけど、9曲目が優しい時、10曲目シングライクフラワーズ、これもあの人気の高い曲ですからね、CD 化を望まれている曲ですね。11曲目、君僕こと、君のために僕のために、これはもう本当ね、バンドさんでガツンってやられた後にバラードでほらってくるっていうかさ、女子にはたまらないんだなっていう、こういうところがまた魅力なんだなっていうふうに思いましたね。君のために僕のために、ここが、3曲、バラードでした。じゃあ、後半ね、またちょっとガラッと感じが変わったセットリストになってますんで、それはじゃあコマーシャルの後にお伝えします。それでは一旦コマーシャルでーす。千葉駅北口徒歩3分スドーバックス、よろしくお願いします。ぜひ来てね。毎週日曜日午後3時よりお送りしている中村孝道のヒューマンロックターミナル、毎週テーマを決めて皆さんからメールやファックスを大募集。そして邦楽洋楽を問わず素敵な音楽をお届けしながら喋りまくりの1時間、そしてそしてスタジオにアコースティックギターを持ち込んで生ライブもやっています。ぜひ聴いてください。掴むまで諦めるな。毎週日曜日午後3時よりお送りしている中村孝道のヒューマンロックターミナル、毎週テーマを決めて皆さんからメールやファックスを大募集。そして邦楽洋楽を問わず素敵な音楽をお届けする1時間、生ライブもやってます。ぜひ聴いてください。毎週日曜日午後3時からのラジオをパクっている勝手に応援団長直脇のヒューマンでロックなターミナル、毎週テーマを決めてもマー君のせいで大暴走、そして邦楽洋楽を問わずパクリの音楽をお届けする1時間、そしてそしてリビングにギターと機材を出して大喧嘩もしちゃってます。ぜひ聴いてください。直明がお送りしております。ちょっと油断しちゃってですね、入りを間違えてしまいましたね。あれこれ大丈夫かなマイク一応改めてお伝えしますね。ヒューマンでロックターミナル、直明がお送りしております。ちょっと油断しましたね。3回目ともなるとですね、立て続けでお話ししてるとちょっとロレッツも回んなくなってきてですね、ほっと一息ついちゃうんですね。すいませんね。ちょっと BGM 下げて念のためね、声が聞こえるようにちょっと調整しようかな。はい、失礼しました。ですね、先ほどの、9曲目優しい時、10曲目シングライクフラワーズ、11曲目君のために僕のために、そこまでお送りしたんですね。その後がですね、12曲目わしらいせい、かっこいい。高道さんもね、何か伝えたいことがたくさんあるんだなっていうのが本当にね、音楽を通じてね、胸に染みたというか伝わってきましたよね。だから
そういうところでね、中村隆道の世界観っていうのは人々の胸に伝わってきて、そしてその人の、また心が成長するというか、いろいろ考えて日々を生きていくんだなっていうふうに感じました。ダメ？今回うまく言ってない？本当ね、高道さんがいなかったら自分のね、成長はないなっていうふうに思ってるんでね、そこは本当ですよ。ちょっとね、ふざけていつも放送してますけど、そういうふうには感じますね。そして13曲目、風が鳴いてる。この辺でですね、直明もようやくほぐれてきた感じでですね、ちょっとやってやろうかなと思ってですね、恒例のせーの風が鳴いてるの部分ですね、そこでですね、大合唱を皆さんせーのでねするんですが、直明だけなぜか、近くにいた方は気づいたと思うんですが、せーのの方を合唱しました。やりたいんだもん、だって俺知ってるぜ、リード取れるぜみたいなね、そんな感じの、まあ、やっぱりあれですよね、高道さんのワンマンということでね、説明しなくてもみんなも分かってますみたいな感じでね、大きな声でみんなで大合唱しようみたいな感じになってますよね。本当ね、だからファンの方とお話してるとね、とかくファミリーと勘違いしがちな感じなんですよね。なわけもそういうところちょっと気をつけないなとなと思うんですけども、風が鳴いてる13曲目が風が鳴いてるということですね。14曲目がこれも根強い支持を受けている曲ですよね。声にならない季節、これかっこいいですよね。やっぱり高道さんがそのね、僕たち私たちおかしいな、なんか卒業生みたくなってるぞ。僕たち私たちから見た憧れのスターがですね、歩んできた奇跡、道のり、苦悩、ね、いろんなものをですね、栄光、そういったものがこう盛り込まれてるのかなって、これこういうことところを頑張って過ごしてきたからこそこういう風になれるんだっていういい見本ですよね。僕のことを見てね、こういう風に過ごしてきたらこうなっちゃうんだみたいな、ちょっと偉い違いだっていう感じなんですけどね。声にならない季節は本当に未だにというか、まあ、かなり歴史のある曲ですけどね、根強い人気を誇ってる曲だなっていうのを、こういう立場でやらせていただいてるとね、すごく感じる曲ですよね。14曲目、声にならない季節でした。15曲目、これがですね、最後の曲、ネクストワンマイルということで、ここで、本編終わりということでですね、素晴らしいライブでした。いけない、ちょっともう29分になっちゃってて、30分番組ってちょっとだけオーバーしちゃうんですが、そういう感じでですね、素晴らしいバンドサウンド、届けていただきました。あれ、直明このままなんか大したこと喋ってないじゃん、何よ、セットリストバーって読んで終わり、アンコールとかないのみたいに思ってる方、心配しないでください。ちょっと今時間過ぎちゃいますけども、番組はですね、後半へ続きます。第2部へ続きますね。本家も第2部やってるんだから、俺も第2部やりますよね。そういうわけでネクストワンマイルで本編は終了でした。17時ぐらいよりお送りし、撮り直しました。直明のヒューマンでロックのターミナル、いかがでしたでしょうか。ね、とりあえず本編の方はですね、セットリスト紹介させていただきまして、また後ほどね、改めて全てまとめて、ご紹介させていただきますが、とりあえずね、番組の方を30分オーバーしてしまってますが、32分ぐらいで終わりになるのかな、ちょっとこらえてくださいね。第2部へ続きますので、第2部の方ではね、またちょっとこんなこともあったよ、あんなこともあったよっていうこともお話できると思いますので、楽しみにしてみてください。お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は非公認勝手に応援団長直明でした。では後ほど。